国鉄の内部の、ね、話を今までちょっとしてきたんですが、その中の今度ちょっと福祉の関係含めて今度外の受けるニーズの待ちがどうだったかというのについてちょっとお話ししていきたいなと思うんですが、物資部っていうのがありましたよね。要するに中で扱った商品っていうのは何を扱ったんですかね。物資部の中では燃料とか、それからいろいろ酒類とか、米とかね、そういう食品が非常によく売れたというように聞いています。あとあれ日用品なんかも売ってたんですか。そうですね、時計の時計屋もあったしね、沢田時計屋が物資部の大体親方でしたから、まあ行けば大体のことが買えたっていう感じですかね。そうですね。あと物資部で普通の町の指定店で呉服屋とか衣料品屋とか、まあ自転車坂詰自転車でも物資部指定店でしたよね。そういうところはやはり伝票は聞くんで2割引きとか、そういうあれが便利なあれがありましたので、だいぶ私は使っていただきましたが、まあ、物資部の前にね、季節になると石炭の山と薪の山ができるんですよ。でそこへみんな買っていって、うち持っていくっていう感じだったですね。だから月だろうね、あれ伝票っていうのはね。そうですね。だからそれが効いたっていうのがやっぱりこう良かったっていうのとね、あと今青木さんが言われたように物資部指定店っていうのが街の中に相当あったんですね。 30件ぐらいあったっていう話も来てですね。飲み屋だけは物資部指定店にならなかったの、あとほとんどのねほとんどの商売はみんな指定店だったですよね。お茶屋とか自転車屋、酒屋、洋服屋で、これをね私も物資部指定店っていうのは国鉄の側からお願いしたんと思ったらそうじゃなくて、商店の側から国鉄にぜひうちを物資部指定店にしてくれって、そういうことだったらしいんですね。だからそれだけやっぱりお客さんが指定店になると言ったっていう感じですね。で物資部そのものはね、やっぱりこう今時のスーパーの先駆けっていうか、そうですね、何でも一軒で揃ったっていうかね。あとこれもちょっとこう親御さんが物資部に勤めた人ので聞いた話なんだけども、ニーズだけじゃなくて五線とかね、それから村松あたりにも物資部指定店っていうのがあったらしいんですよね。でそこへこう年会費を言うと翌年もその物資部指定店で引き続きやってもらいたいってことで、かなり手厚くもてなされたっていう話も聞いてるんでね、まあ、そういう意味で相当町の人にとっては指定店になることはメリットだったんじゃないかね。あとはあれですか、ここの辺まで物資部があって、ずっとその国鉄ののがこの辺伊藤さん詳しいと思うんだけど、だん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 この時代が下がるにつれて30年代からこの新津の町から国鉄の事業所の撤退がっていうか縮小が始まってるんですよね。だから昭和41年の年に鉄道学院が新津に来たんだろう、この時っていうのも相当新津は少なかったんですかね。現場明るい材料っていうかさ、学園ができたっていうかね、鉄道学院っていうのは全国に7つぐらいしかないから、それが来るってことは相当なその新津にとってメリットだよね。鉄道学園そのものというのは大体運輸局との絡みがありまして、これはなぜかというと乗務員は国家ライセンスなものですから、その認可を受けるのが運輸局なんですね。だから運輸局のあるところには鉄道学園が必ず設立されていたということで、新潟の関係ではやっぱり秋田、山形、新潟、一時的には群馬県も入ったこともあるわけですね。もちろん長野は入っている、このようなことでやっぱり、割り振られていたようですね。学園の講師はされたのは青野さんと吉田さん、吉田さんですね、青野さんやってたね。学園の講師ですね、まあ、最後の課長含めて3回、来ました。で学園の中にはですね、まあ、そういう技術的な教育とか、それから幹部研修とか、あるいはまた転換教育ということのが主な業務だったわけですけれども、
入ってくる生徒そのものは全寮制ですから、必ずここの寮に入って、うんうん、勉強するということでですね、川は幹部研修科とか運転科、運輸科、それから電気、それから施設と5つの科があったんですが、運転科は一番数が余計で半分以上が運転科の講師で占めておりました。これはいつ電化というようなこともあってですね、正規教育じゃなくて転換教育が主体になりましてですね、少しでもその開業に間に合わせるために、非常に入学修了というのが頻繁に行われておりましてですね、ほとんど寮もそれから教室も運転科の生徒で独占しているような状態が続いたのを覚えております。だからこの41年に移してからはね、転換教育 SL から近代社会に置き換える。だから今青野さん言われたように、その小職じゃないから入る人も気楽な、それから入れる側の管理者の方もどうしても仕上げなきゃダメだからノルマみたいなのがあったんですよ。だからそれで 寮ということでね、相当多くの人が新津の夜の街に繰り出しましたね。夜の街の発展っていうのは学園残って勉強してるなんてあんまり少なかったのよね。いやですね、朝出勤していると、私の机の上に運転課長要あり学院長というのが、ね、メモが残って、街に繰り出したり、遅刻して帰ってきたりすると、生徒係長の方がメモしたのはみんな報告されているわけですね。結構数頻繁に上がってました。門限あったからね。門限があったですね。門限破るとやっぱり怒れたんですね。あとはそれだけの人間がこう仕事したとか、受け皿としてのその新津の町っていうのは、長谷川さん、宿屋なんかもそのさっき伊藤さんより乗り換え駅にあったりさ、なんかだから宿屋も異常にいっぱいあったような感じしますね。新津の町で、ピークの時代ですね、ピークの頃で町内、一丁目あたりまで全部広げた中では、旅館が16軒、はい、16軒ほどありまして、そのうちの半分が今の本町1丁目、昔の停車場通りですね、こっちの方にあったっていうふうに聞いてます、で、お客さん来られた中身っていうのは、富山の薬売りだとか、金沢の漆だとか、北陸方面の人、一時はそっちのから行商で来られたり、それからもう一つちょっと特徴あるのはやっぱり怖いですね、怖いのの牡蠣が有名になってきて、こちらの関東も含めて、あちこちから来られたっていうのがちょっとこう新津の町の特色なのかな。もちろんそういった行商しお仕事だけじゃなくて、観光の方もおいでになってたっていうのは聞いてますけども、そんな感じ、一時やっぱり確かすごかったですね、はい、いい時はありました。停車場通りあたりを中心にして16軒っていうのは相当な数だよね、旅館がね。あと飲むの料理屋さんも結構あったような感じするんだけどね。そっちはあんまりよくは私はなんだけども、ただ聞こえてるのはね、やっぱりどちらかというと新津の町、先ほどからこう話出てますけども、国鉄職員数が多いっていうのがあるもんだから、シーズンごとですね、春夏秋冬のそれぞれ忘年会だとか、移動の時期だとか、そういったことを含めて、あるいはさっきお話が出てました学園のね、生徒さんも含めて、そういった人たちがやっぱり、使ってくれるってことで、固定的なお客さんがいらっしゃるから、それだけ料理屋さんもちょっとこう増えたっていうか、いう時があったっていうふうには聞いてますね。今寂しいなって、俺こうちょっと感動しただけでもね、最近で8軒料理屋さんが店閉めてんだよね。あとはあれですか、マーケットってのは俺ね、私は新津駅在職中は三交代勤務体制でしたから、要するに8時から16時の間と、それから0時から翌朝の8時までという、そういう組み合わせの仕事でしたからね。だからその当中16時あたりに
すぐ休養を取るというのはなかなか夏では寝られないし、ほとんどマーケット、まあ、行くと必ず、まあ、5、6人は必ずいましたね。だから非常にマーケットはあの頃鉄道の町、鉄道の職員に持ったような気がいたします。何軒ぐらいあったんですか？22軒ぐらいありました。あれ最初は全部飲み屋さんで寝かったけど、終盤は全部、全部飲み屋だったね。昭和38年、地震のあたりまでやったのかね。地震の年、うん、地震になった時からちょっとなんかやめたみたいな気がする。だいぶなんかやられたんですよ、地震でね、うんうん、私も完全なるマーケット育ちだからね酒を覚えて飲み始めたお金持ってかね。で年2回払いボーナス払いね、だから今の金しては2、3万ずつ払ったような気がする、一回に。あ、まあそれだけマーケットは鉄道の町ってやる、うん、ニーツ駅で持ったような形でいっぱい、うん、ニーツの駅の職員がいっぱい会いました、うんうん、あと吉沢さん、その他町はそうですね、昭和30年代、私が若い頃でしたけども、あの頃はまあテレビなどありませんので、やはりあの娯楽といえば映画館、これがあの2つで当時で、2つありまして、どちらももう混んでましてね、まあ、ほとんど座ってみたことはないし、もうクーラーがないから暑くて汗びっしょりで 2、3 時間何回も見てた経験があります。それからあの、その他にですね、いわゆる自転車屋なんて、まあ、当時車ありませんから、もう自転車屋なんてもう足の踏み場がないほど、もう台数が修理するのが ありましたしね、まあ、本当に今、まあ、なんて言いますか、シャッター通りなんて言って言われてますけど、まあ、当時は一軒ももう空いてなくてね、まるで混雑、その中には福祉職員家族がいっぱいいますから、途中で会うとは挨拶したり、そうだね、こらねって言って話をするのが非常に楽しみなってことを今でも思っております、うん、ありがとうございました。